皆さんこんにちは、木金ロックです。はい、今日はですね、食欲の秋ということで、ちょっとまあ美味しそうなのをちょっとね適当にまあ買って、グローブでちょっとハイキングですね、荷物が多くても全然大丈夫です。まあこちらのリュックで、やってきました。適当に買ったんですけど、このプリングルス、これこちらね、こちらなんかちょっと限定品みたいで、この動画をアップする頃にもうすでにもうなくなってるかもしれないんですけど、ちょっとこちらをメインでね、食べてみたいと思います。こちら、はい、じゃあね、ちょっとお湯を沸かして、これからまあちょっとしたハイキング気分で、ちょっとカップラーメンをすすってみたいと思います。3分経ちました、はい、スパイスを入れます。続きましてこちら、よし、こんな感じです。粉末じゃねえけど塊が入ってたな。お、プリングルスのなんか匂いがする。結構ボリュームありますよ。じゃあですね、まずこちらの方からいただきます。メガネが困る。鷹の爪が効いてる。あ、なるほど。あ、食レポは僕下手なんで、味に関してはノーコメントです。はい、うまい。じゃあ次焼きそばいきます。いただきます。うん、これは焼きそばじゃない、焼きそばじゃないけど、なんていうのかな、これカルボナーラに近い。間違ったらごめんなさい。あー、うまいぞ。ごちそうさまでした。あー、美味しかった。やっぱりね、外でこうやって食べると美味しいです。これ完食、こっちも完食、もうほとんどスープを飲んじゃいました。はい、先ほどはですね、プリングルズ味のカップラーメンとプリングルズ味のカップ焼きそばを食べました。今度はですね、逆ですね。今度はスーパーカップの味のポテトチップス、これスーパーカップ焼きそばの味の、ポテトチップス、こちらをちょっといただいてみます。じゃあですね、開けますよ。こちらです。こんななってますよ。鶏ガラ醤油ラーメン、鶏ガラ醤油ラーメン味ですね。よし、はい、じゃあいきますよ。感じです。ちょっと匂いを嗅いでみましょう。あ、強烈ですね。これ醤油の風味がすっげーする。これまあ見た目はね、普通のポテチですね。いただきます。うん、ラーメンの出汁のような味ですね。これ、ちょっとビールが欲しくなる感じですかね。とりあえずこちらが鶏ガラ醤油味ですね。はい、じゃあ次はイカ焼きそば味です。匂いはですね、
匂いはですね、なんかあまり食欲をそそるような匂いではないですね。なんか味がわかりません。あれ、こっちが味濃いすぎるのかな。なんか味がわかんないね。あれ、さっき味がしたのに、あれ味がわかんねえ。うまいけど何味って言われてもわかんない。だからよくわかりません。ごめんなさい。はい、今ね、もうプリングルズ三昧で、カップラーメン、焼きそば、ポテチ、全部もう今もう完食ですよ。もう全部食べました。はい、まあ美味しかったです。まあただ1枚だけ落としましたけど、はい、どれもこれも美味しいんですけど、ちょっとね美味しいんですけど、ちょっとこのポテチだけはね、なんか味がね分かんなくなりましたね。なんでですかね、ちょっと不思議な現象ですけど、味が分かんなくなりました。はい、食レポじゃないんで、味がどうのこうのはちょっと分かんないですけど、はい、一応美味しかったです。はい、一応というか美味しかったです、はい、ということで、まあまだね、多分この動画アップする頃はまだ売ってるかもしれないんで、まあ、もしご存知ない方、いらっしゃいましたら、ちょっと試しにね、その高いものじゃないんで、試しに食べてみてくださいということです。じゃあ以上でね、ちょっとね、日が陰ってきて寒くなったんで、もうとっとと帰りたいと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。